フライングディスクフライングディスクは回転させ投げて遊ぶ円盤である。また、それを用いた競技の名前でもある。競技内容から球技の下のカテゴリーにしばしば入れられる。円盤は通常プラスチック製で直径約 20cm から 25cm 程度のものが多い。手で勢いよく回し投げると揚力が生じるよう設計されており、そのまま手で受け止められる。 フリスビーとも呼ばれるが、この名称は、ワーム王の登録商標となっているため、公式戦などでは、フライングディスクの故障が一般的になっている。1940年代後半に、アメリカ合衆国コネチカット州にある、イェール大学の学生が、パイ皿を投げて遊んだことから始まった。海岸で恋人とケーキ皿を投げて遊んでいて、着想した玩具を、 建築検査官のウォルター・フレデリック・モリソンが金属製にして試作し、1948年にはプラスチック製に改良し、プルート円盤という名で商品化した。1955年、ワーム王社に買収され、1959年にフリスビーパイカンパニーのフリスビーのスペルを変えた。フリスビーで商標登録され世界で推計2億枚が売れた。フリスビーの名は、 もともと皿を投げて遊んでいたパイ店、フリスビーパイカンパニーから取られた。アルティメットの試合これらのうちアルティメットとディスクゴルフがワールドゲームズの公式種目である。どの競技も基本的にディスクを持っての移動をすることはなく、落下点までの正確な移動が求められる。また、アキュラシーとディスタンスは国民体育大会の開催地で行われる。 全国障害者スポーツ大会の公式種目である。ただし、全国障害者スポーツ大会のアキュラシーとディスタンスは、通常の競技とは違うルールで開催される。円盤の形状などは、国際競技連盟の世界フライングディスク連盟により、定められている。競技によって用いられる円盤が違う。アルティメットでは、基本的に 175g の円盤を、 フリースタイルでは 165g の円盤を使用する。ありがとうございます。